ぽい。あ、村上さんや。おった？村上選手おった。頑張れ。頑張れ。マジジャパン頑張ってくれ。第2試合ついに来たよ、出番。オーランドのディズニーワールドで買いました。エプコットの日本館、そう、ジャパンパビリオンで絶対誰が買うねっていうやつを買いました。今ちょうど目の前を、ナチュラルに目の前を、杉谷健士選手、日本ハムファイターズで去年いっぱいで引退したあの野球版、うん、あのトーネルズの、はいはいはい、あれによく出てた選手やね。めっちゃナチュラルに通る、ナチュラルにおった。びっくりした。準決勝第2試合、やばい、ショップ、ショップやばいね、昨日よりやばいね。なんかさ、日本のバーゲンセールみたいな、そう、 T シャツ、こんなん昨日なかったよね、うん、でも多分ほぼ全部大谷選手なのね、うんうん、あとは鈴木誠也選手とダルビッシュ選手と、昨日はさ、ヌートバー選手と吉田正尚選手もあったやん。もうでもないよな。メキシコの人がオラって声かけるとすごい話しかけてくれて、うん、でちょっとスペイン語で話す、なんでスペイン語ちょっと知ってるのみたいなところから、ね、そうそうそう、メキシコ旅してたよ、3ヶ月行ってたよって話して、ね、楽しい。いやー、どっち応援するか迷うな。迷う、迷うね。ということで今日はもう中入ろうか、はい、パッと入ってきました。イエーイ、イエーイ。まだ今日はね、早い時間に入ってきたんで結構空いてるね。今は空いてるね。ね、で練習してはるんじゃない？そうやね、ジャパンの選手が練習してあるね。すごい。あ、メディアの数とかがすごいね、うん、いろんなフードがありますね。マイアミピッツァ、と思ったらポップコーンやったわ。そんなことある？で、ここはアガベ、カンティーナアガベ、ほらテキーラありそうだな。お酒もめっちゃあるな。お酒めっちゃあるな。テキーラあるかな。で、ここは BBQ やって。ポップコーン率高いな、やっぱり。あとホットドッグとハンバーガーな、なんかひたすらそれって感じ。エンパノーダって書いてあるやん。やっぱりあれやな、結構さ、メキシコとかさ、中米系のものもあるね。ね、ダルビッシュの T シャツめっちゃある。すごいでかい。で、こういうちっちゃいスタンドみたいなお店もあるし、選択肢は非常に多いね。ね、非常に多いけど、食べ物の種類が多いかって言われると謎な気はする。結構似てはいるもんな。ジャンルが近いな。ジャンルが近い。なんなら今まで旅してきてたエリアでよく見たものって感じの気もするよね。間違いない。逆にうどんとか欲しかった、うん、そんなあるわけないやろ。日
本店やから。今日は40番ブルペンの近く。あ、近いね、だいぶ。え、そうなん？どこ？めっちゃ近いね。すごい。あそこ見てサイン書いてもらってるよ。おー、ほんまや。いいな。日本の選手がもう一旦下がって、そこからメキシコの選手やな。ビワメキコ、カポン、メキコ、カポン。ピッツァ、ピッツァ。ピッツァ、ピッツァ。熱々？美味しそう、美味しそう、美味しそう。見て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 。いいね。めっちゃ美味しいよ。エンパナーダ。なんでなの？ラテって言ったらなんか。食べれるよ。エンパナーダ出てきた。なんでやろ。多分値段が同じって言ってたから間違えちゃったんやろ。うん、で。まあ間違えても完成して出てきたから、まあいいや、まあいいやっつってね、いいよって。ということでエパナーダをなぜかアメリカで食べます。しかも多分この先人生で食べるエパナーダの中で一番高級。いや間違いない。出会ったことないこんな高級なやつ。
すごい幸せです。さっき注目の選手村上選手って僕言ったんですけど、まあ村上選手はもちろんなんですけれども、ちょっと次でさしてほしいバッター、はい、山田哲人選手、もうこれは間違いなく大好きだね。そう、もう兵庫県出身でね、もうずっと応援してる選手っていうこともあるし、何より山田哲人選手の応援歌をここマイアミの地でね歌えるっていうのがめちゃくちゃ楽しみなんで、そこにも注目していきたいと思います。はい、パー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 
もう3点取られて負けたら終わりやから多分出てきて決勝どうなんやろ。
名乗り越え前人未到の境地名乗り男の名はまさだか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 。勝つぞー。